どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、冬の大型アップデート前に報酬2倍から3倍になっている旧強盗フリーサ銀行強盗初心者講座ガイドということで、ランク12以上で解除される L のマーク、これレスターの話を聞き終えると旧強盗をホストできるようになります。でこの位置ですね。でまた持っているものっていうのがねあるんですけれども、必要なものですね。これはアパートなんですが、これ、高級な物件に、並べ替えて、で安い順とかにやってみて、で20万ドル以上のこのデルペロハイツ以上のね、アパートを持っている人だけがホストすることができます。まあ、初心者さんでこれを持ってなくても誰かがホストしてくれる場合は参加することは可能です。なので、まあ、自分でねホストして強盗やってみたいよっていう人は、まずデルペロハイツ買うのがいいかなと、一番安いです。で旧強盗フリーサ銀行だけが2人で可能、それ以外の強盗その他に4種類あるんですけれども、4人揃わないと準備もフィナーレもできないので、注意ですね。まあ、その代わりこのフリーサ銀行強盗というのは本当に2人でも比較的簡単にできる、役割によってはめちゃくちゃ簡単にできます。フリーサ銀行強盗が夏の大型アップデート以降 1.75 倍の報酬になり、さらに期間限定で報酬2倍、そして GTA プラスの人は報酬3倍になってます。また自分でホストする場合に、このように犯罪立案チャレンジの進行状況がリセットされますという出た場合はですね、すでに旧強盗の何かプレイしていた場合、上から順にクリアすべてすると初回は100万ドルもらえる。さらにこれ難易度めちゃくちゃ上がるんですけども、すべてメンバー同じで一度もリスタートせず死なずに全部クリアすると1000万ドルもらえるというチャレンジもあります。旧強盗の中ではフリーサ銀行強盗が一番人も揃いやすく、難易度も役割によっては高くないので比較的チャレンジしやすいです。またマルチの強盗はソロにはない協力プレイの達成感や仲間作りに最適な強盗ミッションとなっていて、一部邪魔をするような人もいるが、親切に手伝ったり教えてくれたりする方に出会うことができるチャンスでもあるので、ソロの強盗以外に、まあ、フリーサ銀行ぐらいはちょっとやってみるのもありです。でこの撮影ですね、ここから1人2役で操作しているんですけれども、まず要するに1個コントローラー使ってたら1個はね離した状態でやるんですけど、それでも簡単にクリアできるほど旧強盗の中では難易度が低いです。またこの強盗はですね、唯一強盗の準備でレスターと戯れることができるということで、こうやっていじめたりすることができる、まあ、いじめるっていうかね、かまってあげるっていうかね、まあ、こんな感じで遊べます。やりすぎるとたまに失敗になるので、これ注意してください。そのギリギリを攻めたり遊んだりするのもありです。またこのレスターなんですけども、まあ、このようにねドライブしてるときに事故するとすごいリアクションをしたりするときあります。特にレスターが喋ってる間は大きなリアクションをします。このままフリーサ銀行に行きます。まず偵察という準備なんですけれども、まあ、下見ですね。この状態で、まあ、銀行内をハッキングする、まあ、準備みたいな感じですね。でドライバーの人は普通に、このまま車を運転します。でもう一人がハッキングの練習みたいなことをやるんですけども、ここ右上の画面がハッキングの人の画面になります。でこれ、十字キーで動かした方が簡単なんですけども、スティックで動かしたりするとこれ難易度ねめちゃくちゃ上がっちゃいますので注意ですね。でこのハッキング、やってみて自分に向いてるかどうか試してみてください。またこの準備では全くやらなくても目的地に着いてしまえばクリアっていう風になりますので、まあ全然やったことないよって人はちょっとお試しでやってみて、あハッキング全然できないなと、目的地に着くまでにクリアできなかったら、まあフィナーレではドライバーをやらせてもらうのがありかなと思います。で準備1個目完了で準備2個目いきます。準備2個目はフリーサ銀行強盗の車ということで、窓が防弾仕様になっている車両を調達してくるっていうミッションになります。これ2人で行動しなくちゃいけないんですけども、1人がめちゃくちゃ初心者さんだったりとか、1人がベテランさんだったりしたら、もうすでに仮に車走行など持っていたらそれを出してあげて、であまり戦いをしてもダメージ受けないようにしてあげるのもありです。でどんな攻略をしていくか、また初心者さんでもクリアしやすいような、戦い方ちょっと見せていきます。では、まあ、今回カリン車走行という防弾仕様の車両で行くから、この中に乗っている人はもう安全な状態です。目的地に行ったら、まず北側のね、このようにスロープ上がっていきます。階段上がっていきます。
で、そのまま階を上がってったらですね、目的地に突っ込まずにこの辺りで降りる。で、武器を出しても構えたりせず、まあ銃を向けたりせずにこのようにスラーッと見つかる前に移動して、ここに隠れながら攻撃するのがおすすめです。この辺り行っちゃうともう大体見つかりますので、あとはね、隠れながらカバーアクションしながら、そしてダメージ食らいすぎたら、スナックとかアーマーで回復をして、まあ、全部倒す必要はないんですけれども、目的の、丸い青いね、車両ですね、これを調達しなくちゃなりません。取らなくちゃならないので、その周りにいる敵は最低限倒すといいかなと。また爆発物は使わないようにしてください。ある程度倒したら一気にね、パッと車に乗り込んじゃえば、この車に乗ってるとほとんどダメージあまり受けなくなりますので、まあ安全かなと。で、今度は2人で行動しなくちゃなりませんので、同じ車に乗り合わせて、で、このままレスターの工場へ移動していきます。このまま移動で黄色いマーカーのね、ルートですね、これをずっと行ってもいいんですけれども、あえて黄色いルートを外して走ったりすると敵が追いかけにくくなったりとかして、まあ遭遇しにくくなったりもします。まあどうしても会っちゃうところは無理に倒す必要ありません。このままね、相手をせずにそのまま、ずっと目的地レスターの工場に行っちゃうのもありです。まあ、避けるときに右に振って急に左にね避けるみたいなことをすると結構逃げやすいです。またここ便利で、ポッとね高速道路を降りることができます。このまま工場に届ければ2個目の準備が完了となります。このカリン車走行という車両なんですけれども、ミッションとかまたは強盗の準備とかにかなり使える、初心者さんにめちゃくちゃ役立つ車両となっているので、フィナーレクリアすると割引になるので購入おすすめです。2個目の準備があるとレスターの工場に出現します。で、ここで害悪なプレイヤーとかだと、ここで急に攻撃してくる場合ありますので、これ注意してください。パッシブモードにするか、まあすぐにセッション移動するか、まあそのあたりですかね。で、今回ですね、開始した強盗のアパートはイクリプスという場所だったんですけども、これ、強盗できるアパート複数持ってる場合はですね、このレスターの工場に近いようなところから開始するとエリートチャレンジといって、時間内にクリアするとまた報酬が若干上がったりするような、まあそういうのもねもらうことができます。今回この撮影では1人2役やってるのでエリートチャレンジは狙えませんが、比較的このアパートから開始すると結構クリアしやすい、エリートチャレンジね達成しやすい感じになってます。では開始します。今ホワイトボードのところはノーマル状態の報酬でした。で、ここでハードモードにして報酬が最大の状態にして、で、協力してくれる人を呼んでください。で、ホストの人はですね、自分で弾薬購入したりアーマー購入したらさっさと完了を押すんじゃなくて、ちょっとね間を空けてから完了するといいです。っていうのも、参加する人が自分よりも後からね弾薬を購入したりアーマーを購入したりする画面に結構なりがちなので、だいたい自分が完了してから完了を押す前にですね、まあ、10秒とか5秒とか開けてあげるとちょっと親切かなと思います。ではフィナーレです。これ役割かなり重要です。先ほどのハッキングがどうしても苦手な人の場合はドライバーにしてあげると親切です。ハッキングがとにかく十字キーで操作しないと難しいです。またこの報酬の、分け前なんですけども、基本的にそのまんまでもいいし、まあ半分半分にするっていうのもありですね。まあこうすることで、まあ、結構、半々にしておくと協力しやすくなってくれるかなと。また、お金持ちだったら完全におごってあげるんだったら自分の、報酬を 15% 最低にするっていうのもありです。まあ、初心者さんはドライバー、ベテランさんはドリラーがおすすめです。ではいよいよフィナーレ開始です。例えば白鳥ドラッグとかに2人乗りで行くと、もうすぐにねレスターの工場にこのように黄色いねルートを通らなくても、ここを突っ切って、まあ、転倒しないようにして工場に向かうことができます。これ結構時間短縮できるかなと思います。あとはドライバーは運転席で、ハッキング担当ですね、まあドリラーはハッキングをこれからやっていきます。で、ドライバーはなるべくここで事故を起こさないように目的地に行ってください。
まあ、ダメージ 6% 以上とか出ちゃうと、エリートチャレンジはクリアにならないかなと思います。達成にはならないかなと思います。でこれ画面バグってましたね。でハッキングしていきます。これ十字キーで、とにかく操作をしていきます。これ最初はですねゆっくりで、まあ、比較的やりやすいんですけども、全部で3回ハッキングします。その時にどんどんスピード上がったりします。でこの十字キーをすごい細かく動かせるぐらい結構ねよーく見ながら動かしてください。1個目はだいたい多分できるかなと思います。で2個目ぐらいから難しくなってきます。特に細いところを通らされるんですね。十字キーを細かくよーく見てカチ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 っていう感じで押せるようにしてください。とにかくこのあたり危ないです。くねくねっていうところ危ないです。次に細いところを通る、これ無理しない方がいいです。これダメだったら遠回りしてもいいと思います。でこのままハッキング2個目を終えていきます。さらに3個目になるとですねもっとスピード上がります。なので開始の決定ボタン押したらすぐにねぶつかってしまう可能性あります。まあ失敗しても何度でもやり直せるのでまあ別に大丈夫です。もしもこれ何回やってもそして10分やっても20分やっても30分やってもダメだみたいな時はですね、ホストさんもしくは自分がホストの場合はこの参加してくれる人にちょっとメッセージを送ったりしてちょっと役割すみませんどうしてもできないんで交代してくださいとか交代しますかとかってね声をねかけてあげるっていうのもありかなと、まあ、できる人がやった方が安全です。でこのまま、銀行強盗するフリーサ銀行の前に、ドライバーさんが、到着していればここで、ムービーが流れ始めます。その前にですねここで、携帯で、アンロックしていきます。アプリ起動します。そうすると扉が魔法のように開きます。でここからですね三角で降りたら必ず左十字キーでマスクを2人ともつけてください。これつけないとこれ失敗になる時ありますので必ずマスクをつけると。で大きな画面はドリラー、右上はドライバーです。ドリラーはそのまま金庫室へ行きます。ドライバーは別にこのまま車両を降りて中に入るんでもいいし車を素早く出せるようにこのように突っ込んでもいいです。ドリラーは左スティックを上に半分くらい傾けながら R2 も半分くらい押し込みで穴をゆっくり開けていきます。ドライバーさんはこの中に入ったらまず防犯カメラを全部破壊します。でロケットランチャーなどを持っている場合はですねそれを弾が入っている状態で構えているだけ持っているだけで防犯カメラを壊した後に画面の右下に出てくるゲージが下がりにくくなります。まあ、全く下がらない状態ですね。制圧度が下がらない状態です。これめちゃくちゃねハイスピードでできる人は防犯カメラ破壊せずにそのままドリルの人がね、全部穴開けてしまえば防犯カメラを壊す必要なく右下のタイマーが切れる前にクリアできちゃったりもします。それかなりね上級者のやり方なので今回は初心者向けにちゃんと手順を守ってやっていってます。でこのように車を止めている場合ですね先にドリラーの人が三角でワープで乗らないと運転席のドライバー乗ることができないので注意です。必ずドリラーが先に乗ると。でドライバーが後から三角で乗る。そうすることでパッとワープして、逃走できます。逃走するときはですね車なるべくダメージ、ないように左側を今通って検問を突破、次も左側を突破します。で3つ目の検問はどうしても接触してしまうのでまああまりねダメージ受けないような感じのところを狙ってください。あとはですね軍事基地前の橋のところでカーゴボブが、マグネットついてる状態で待機してますのでここで綺麗にうまく合わせてひっついたらこのままクリアですね。だいたい準備からフィナーレまでにだいたい早い人だと20分台でできるかなと、まあ遅くても、30分ちょっとぐらいでできるんじゃないかなと思います。でこのままクリアすると現在、夏の大型アップデート以降 1.75 倍になりさらに2倍になっているので2人で50万ドルです。さらにですねこれ大きな画面は PS4、PS5 通常のプレイヤーさんです。で25万とかもらえます。まあ、エリートチャレンジであれば多分5万ドルぐらいプラスになるかなと思います。で右上のねプレイヤーは GTA プラスに加入しているので報酬3倍で超、報酬上がってます。またフリーサ銀行強盗フィナーレを初めてクリアした人は初回ボーナスというのがあって10万ドルもここでもらえます。でこの強盗クリアした後にちょっとおしゃれな、2人の、記念撮影みたいな感じでコンプリート出ます。これがね旧強盗のちょっといいところかなと。
まあクリアした後の達成感みたいのをちょっと味わうことができるかなと、仲間意識が強くなるんじゃないかなと思います。でクリアするとですね、カリン車走行南サンアンドレアスの4ドアで、これが60数万ドルのやつが52万5千ドルぐらいまで下がりますので、この車かなり使えます。初心者さんはミッションとか強盗準備に便利なパパテラもおすすめの車両なので、ぜひねこの車両1台は持ってるといいかなと思います。というわけで今回は報酬2倍から3倍になるフリーサ銀行強盗ガイドでした。最後までご視聴どうもありがとうございます。